これで終わりだ。えい。うこんばんショコラッチ、ミステリー案内人です。ショコラってカカオのお姉ちゃんのことよね。そうですね。カカオはアルカラム一族で、姉ショコラ、兄ビター、妹ガーナ、 AI ドッグの父に AI の母がいます。カカオやガーナについてはだんだん分かってきたけど、カカオの他の家族については何も知らないわ。それじゃあ今回はカカオの姉ショコラのお話でもしましょう。どうして私が手伝わないといけないのよ。お姉ちゃん、ターゲットの部屋の前に来たわ。じゃあ部屋にガス弾を入れてターゲットを始末しなさい。他の敵が集まってくるといけないから静かにね。わかったにゃーん。カカオの姉のショコラもアルカラム一族なので、もちろん殺し屋です。どうやらこの日はショコラはガーナの仕事をサポートしているようでした。誰だ。これで終わりだ。えい。うわ、今の大きな音は何？ごめんなさい、間違えて普通の爆弾で始末しちゃった。あんたね。いたぞ、侵入者だ。やばい、捕まる。逃がすか。待て。捕まる。え、何が起きたの？セキュリティシステムにハッキングして私が非常用の壁を出したのよ。お兄ちゃんやる。私が言う道順で帰ってきなさい。他の敵はセキュリティシステムで私が閉じ込めるから。ショコラは頭脳明晰で情報処理能力に長けた殺し屋。彼女はいつもハッキング技術などを駆使して仕事をスムーズにこなしてきました。やっと出られた。どうしてあなたはいつも敵に見つかるのかしら。ごめんなさい。てめえら待て。敵がまだいたみたいだわ。お兄ちゃんすごいな。もちろんハッキングスキルだけでなく、実戦でのスキルもショコラにはあります。この後デザートでも食べに行くにゃい。私はこれから仕事なの。そんな。ですがショコラには殺し屋以外にもう一つの顔がありました。製薬会社による人体実験ですか。ああ、実験台として多くの人が誘拐されているのは間違いない。一体どうやってそんな情報を。それは彼女のおかげだ。こんにちは。君は情報分析官のショコラよ。なんとショコラは殺し屋でありながら CIA の情報分析官でもあったのです。ショコラが CIA に入っている理由は動画の最後に説明しますね。今回お前たち3人で大手薬品会社に拘束されている人たちの解放任務だ。所長、お言葉ですが、彼女は分析官であって実践向きではないのでは。それはだな。それは私の実力を知ってから言ってほしいわね。やるね。なるほど。ショコラは実践でも対応可能なスキルを持っている。だから今回はうちの班についてきてもらおうと思ってな。確かにあの大手企業が行う人体実験となるとかなりセキュリティが高いでしょうからね。ポンコツのあんたたちだけじゃ侵入すらできないでしょう。こうして険悪な空気の中、彼らはとある薬品会社の闇を暴く任務へ行くことに。セキュリティシステムを全て解除したわ。一体この会社ではどんな人体実験が行われているんだ。それを突き止めて被験者を救うのが仕事だ。行こう。こうして裏で人体実験を行っているという大手薬品会社に潜入した3人。普通の会社だと思うけどな。裏で人体実験が行われているのは調査済みよ。とにかくその場所を突き止めて被験者を救おう。会社内の資料も含めてくまなく探し続けた3人でしたが、どこにも人体実験の資料はないし、それらしき施設もなかったぞ。もう全ての階は見尽くしたな。どの場所へ行っても人体実験とつながるようなものは出てこなかったのです。人体実験が行われているって本当なのかよ。こんなことですぐに諦めるからあなたはポンコツなのよ。何？その言い方、何か分かったのか？ええ、この1階のフロア、事前に手に入れた図面より明らかに狭かったわ。
まさか秘密の部屋があるのか。ここの非常階段よりあっち側にもスペースがあったはず。壁に何かあったわ。それは隠し扉を開けるパネルか。分析能力があればこういったものを見逃さずに済むのよ。わかった。くそ。よし、そのロックを解除してくれ。もう解除したわ。壁が開くぞ。その瞬間、非常階段の壁が開き、地下へと続く階段が現れました。怪しさマックスの場所ね。気をつけていこう。ああ。こうして3人は地下へと進むことに。うわぁ！やめてくれ。うわぁ！おい、嘘だろ。予想以上ね。こんなことって。3人が見つけたのは異常な光景でした。なんとその会社の地下では多くの人間が拘束されていたのです。なるほど、拷問をした後に薬を飲ませたりしてる。それで新薬の効果を試してるのか。あえて精神異常を起こさせている実験もあるわね。そう、これこそがこの会社の裏の姿でした。傷を治す薬から精神を安定させる薬まで、様々な薬の効果を知るため、人間にいろいろな拷問を行っていたのです。よし、突入するぞ。おお。私はサポートするわ。なんだ？動くな。全員手を挙げろ。こうして捕まった人たちを解放するために、実験施設に突入をしたショコラたち。セオドラ君、捕まった人たちを解放してくれ。わかった。おいおい、そんなことさせるわけないだろ。敵との戦いはすぐに始まりましたが、勝負はすぐにつきました。うわぁ。 CIA を舐めないでほしいね。やるわね。ジンが一人で敵のほとんどを倒してしまったのです。よし、ひとまず全員解放したぞ。じゃあもうここに用はない。行こう。任務は成功。誰もがそう思った瞬間でした。なんだよこいつ。人か。突然超巨大の怪物が現れたのです。まさか失敗作がこんな時に役立つとはな。失敗作ってもしかして薬の副作用でこうなったってことか。元は人間。そうだ、処分予定だったがもう関係ない。こいつらをやっちまえ。そして薬のせいで怪物となってしまった人に、ジンとセオドラは一瞬にして吹き飛ばされたのです。薬の副作用最強じゃねえか。くそ、この人は被害者だろ。ここまでか。こうしてジンとセオドラがやられる瞬間でした。え？お前、それは。ポンコツは敵を倒すってことしか考えてないからダメなのよ。ショコラがその怪物に注射を打ち、その怪物は瞬く間に人間の姿になったのです。どういうことだ。簡単よ。その人が摂取した薬と正反対の成分を持つ薬を注射で打っただけ。なんでお前がそんなことを。1分もあれば十分よ。なんとショコラは怪物が現れた瞬間にこの実験施設のデータベースにアクセス。怪物の情報とともに元に戻す方法まで即座に分析し、有効な薬を取ってきていたのでした。あなたの切り札はもう終わりかしら。くそー。じゃあね。君は一体。私がいなかったら今頃あなたたちポンコツインズは死んでいたかもね。誰がポンコツインズだ。ポンコツで双子みたいだからお似合いじゃない。とにかく今すぐここから出よう。こうして無事に3人は実験台にされていた人たちを救うことができたのでした。まさかそんな実験をしていたとはな。驚きましたよ。情報は確かでした。まあ、あの会社も潰れたことだし安心ですね。そうだな、よくやってくれた。特にショコラは素晴らしい活躍をしてくれたみたいだな。他の2人がポンコツインズだったからね。なんだって。でも正直今回の任務はショコラがいなければ成功はしていませんでした。
あら、出会った頃よりは認められているみたいね。まあ、またポンコツインズだけじゃできない任務があったら呼んでよ。じゃあね。あの野郎。それにしても彼女の雰囲気、どこかで感じたことがある気が。こうしてジンがショコラの雰囲気に何か違和感を抱きつつも、無事に任務は終了したのでした。ただいま。あ、お姉ちゃん、おかえり。あの薬品会社に潜入したんだって？裏のデータも全て奪ってきたんだろう？ええ、CIA にはバレないようにこっそりとね。それで何か有力な情報は得られたの？母さんや父さんたちが殺される前に飲まされた薬のデータはなかったわ。じゃあその薬品会社は無関係ね。我々を殺した犯人の手がかりはなしか。実はショコラの両親が AI として生きているのは何者かによって殺されたからでした。ショコラが CIA に入っている理由は、未だに捕まっていないその犯人の手がかりをつかむためでもあったのです。 CIA での活動でも手がかりが得られないとなると、やっぱり裏社会で探す方が良さそうね。そんなに焦る必要はないわ。だけど必ず見つけ出して復讐はする。これはアルカラム一族の復讐だからね。私は次の仕事があるからこれで。こうしてショコラは両親を殺した犯人の手がかりを探るため再び仕事に戻るのでした。戦闘中に分析してすぐに解決策を見つけるなんて、ショコラって本当に賢いのね。さすが CIA の情報分析官ですよね。ですが裏の顔は殺し屋ということもあり、戦闘力もあるみたいです。やっぱりカカオのお姉さんのだけあるわ。あ、そういえばカカオのご両親って誰かに殺されたのね。そうですね。そしてその犯人の手がかりを得るためにショコラも CIA にいるみたいです。あのアルカラム一族を殺すなんて一体どんなやつなのかしら。これからショコラやカカオたちが犯人を見つけ出したらわかりますね。気になるわ。これからもアルカラム一族の動きが気になる方は、ぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチー。さあ、僕も仕事に行ってくるよ。兄さん、少し手伝ってくれないか？今回の仕事では兄さんの能力が必要でね。その透明になる能力は使えるけど、コミュ障はどうにかしてほしいものだね。困ったものだよ。コンバイキンマン、ミステリー案内人です。おや、コツエさんが空を見上げていますね。コツエさん、何をしているんですか？あら、案内人さん、笑わないでよ。私今 UFO を探していたところなの。どうしてまたそんなことを？私も半信半疑なんだけど、ジョーンが昨日空を見上げていたら未確認飛行物体を見たらしいのよ。嘘だとは思うけど、もし本当にそんな存在がいるなら興味あるなと思って。そうですね、本当だとしたらワクワクしますよね。ワクワク？今日はちょっぴり不思議な宇宙の可能性についてお話ししましょうか。童話を聞くようなそんな気持ちでいてくださいね。これはこの星を支配している宇宙人たちが落とし物をしてしまったことから始まる物語。ああ、最近だりーな。人間どもの行動がいちいち尺に触るぜ。どうにか静かにさせられないかね。そんな愚痴るなよ。あいつら自分たちが優秀だと思ってるんだ。ある程度は好きにさせとくのが賢いやり方さ。そうは言っても。ん？おいおい、また可視化運転になってるぞ。人間どものレーダーに映ったらどうすんだよ。バカだからどうせ誰も気づかねえって。その時でした。宇宙人の一人がうっかり倉庫のボタンを押してしまい、荷物が飛び出していったのです。しかし管理がずさんだったので、誰も気づかないまま荷物は地上へと落下。ああ、なんか楽しいこと起きればいいのにな。お？なんか落ちてる。彼はブラック企業で働くサラリーマン。会社にこき使われ、正社員なのに手取り10万円。稼いでも稼いでも高い税金で持っていかれ、
生活は良くならず疲れ果てていました。なんだこれ、サングラス？新品なのか綺麗だな。普段ならそんなことしないのに、なぜかこの日は落とし物のサングラスに興味が湧き、男はそれを装着。今日は太陽が眩しかったからちょうどいい。で、あれ？キーンという耳鳴りの後、彼の目に映り込んだのは衝撃の光景でした。なんで俺の姿が？まるで映画でも見ているように、過労でボロボロになりながらも働く自分がそこにいたのです。見るからに死にかけじゃないか。俺はこのままだとあんな風になってしまうのか。恐ろしくなり、バッとサングラスを外す男。なんだ今のは。どういうわけか、サングラス越しに見た自分からは、もっと早く会社を辞めるべきだったという後悔まで伝わってきたのです。嫌だ。俺は確かに社畜だ。だが、ああはなりたくない。会社に潰されるなんて絶対にごめんだ。まるで洗脳が解けたような気分でした。男は会社から引き止められるのも無視し、急いで退職の手続きをしたのです。淡々と引き継ぎの資料を作り、あとは有給を消化するだけ。男は清々しい気分で毎日を過ごしていました。ご飯は美味しいし、音楽や本を楽しむ余裕まで出てきた。世界はこんなに素晴らしかったんだな。ブラック企業を辞めただけ。それでも男が明るくなるには十分な出来事でした。よし、散歩でも行くか。おっと、今日は日差しが強いからサングラスを。男は玄関に置いていたあのサングラスを何気なくかけてみたのです。すると、また耳鳴りが。目の前に浮かんだのは散歩コースの分かれ道。これはいつも右か左、どちらに行くか迷う道だな。そう思っていると映像の中の自分が右に曲がりました。うわぁ！途端に自分の悲鳴が。橋には大きな犬が噛みついています。なんだ、右に曲がったら危険じゃないか。映像が巻き戻され、今度は左に曲がる自分が見えました。こっちは安全なんだろうな。左に行くと、そこには理想の女性が立っていたのです。しかもなぜか意気投合し、やがて恋人になる未来まで見えました。なんだこれ、こんな未来なら騙されたって構わない。今日は左の道に行ってみるとするか。男の選択は大正解だったのです。あの人はさっき見た女性じゃないか。よかった、人がいた。突然すみません。実は道がわからなくて。僕でよければ案内します。普段ならビビって女性と会話なんてできないけど、サングラスのおかげで心の準備ができていてよかった。道案内の道中、二人の話は弾み、連絡先まで交換し、やがて本当に付き合うことになりました。なんてことだ。今まで恋人ができたことなかったのに。ブラックな会社も辞められたし、私生活まで潤い始めた。これは夢なんだろうか。いや、待てよ。まさか。男はとうとう、拾ったサングラスが自分の未来を見せてくれるものだと気づいたのです。理屈はわからないが、このサングラスは大事にしなくちゃいけない。俺の直感がそう叫んでる。一方その頃、宇宙人たちはようやくサングラスがないことに気づき、大騒ぎに。どうやらあのサングラスは宇宙テクノロジーを駆使して作られた未来が投資できるメガネのようです。未来は無数に存在します。しかし正しい選択をすれば理想の結果になる。それがあらかじめわかるなんて、まさに夢のような発明でした。こんなハイテクノロジーが存在していることが人間たちにバレたら大変だ。人間たちはゴミを使っていればいいのに。くそ、早く探し出せ。ここで言うゴミとは、スマホなど電子機器のこと。あんな偉大な発明も、宇宙人たちからすれば些細なものに過ぎません。サングラスの予備はまだあるんだし、一個くらいなくしたっていいんじゃない？バーカ、人間があれを利用するようになったら悪いことが起きるかもしれないんだぞ。そんな言い合いをしていた最中、未来について研究していたある科学者がやってきました。大変です、未来に異変がありました。なんだよ異変って。へへ、お前鼻くそが飛んだぞ。
俺は鼻くそなんか飛ばしてない。ちゃんと聞いてください。実は未来の異変とは世界の終わりです。なんだと？何度も何度もどのように選択を変えても同じ未来に行き着くのです。そんな。数字は63944と。男はサングラスをかけたまま宝くじ売り場に行き、どの数字が当選するのか未来を見て確かめました。見た通りに数字を記入すると見事高額当選。やった、俺は無敵だ。サングラスのおかげで男は次々に幸せをつかみ取っていったのです。しかし男は根が真面目でした。誰かを蹴落としてまで手に入れる幸せは目もくれません。それどころか、俺は誰も傷つけず幸せになりたい。綺麗事かもしれないが、やりたいんだ。そうだ、もしかしたら大勢が幸せになる未来を見つけられるかもしれないぞ。そんなことを常々考えていました。近頃世界の景気は悪く、大手企業が次々に倒産。男やその家族、彼女は幸せでしたが、それだけではダメな気がしてしょうがないのです。どうにか明るい未来をつかめないものか。何か俺にできることは。男はサングラスをかけ、一日中引きこもって未来を見始めました。するとある瞬間、誰もがお金に困らないで幸せに暮らしている姿が見えたのです。みんなお互いを助け合い、そこはまるでユートピアのよう。トップに立っているのはその男でした。こんな未来が、しかも俺がトップに。その理想の世界にはこれまででは考えられないほどのテクノロジーが利用され、驚くほど便利な世界になっていました。宇宙人たちが隠し持っていた技術が表に出ていたのです。嘘だろ、建物が空に浮いてる。まるで SF 映画みたいだ。すごい、すごいぞ。あの男の子すげえや、瞬間移動しちゃってるよ。お兄ちゃん待って、早すぎるよ。ん、俺はまさかこれまで俺たちは宇宙人によって支配されていたのか。男が見た未来にはすごすごと退散していくあの宇宙人たちの姿があったのです。しかも馬なのかよ。まあいい、この事実に気づいた俺が何とかしないと。なあ、世界の終わりっていうのは俺たちによる支配の終わりだっていうのか。はい、何度やってもその未来が見えるのです。もしかすると人間の中に我々の存在に気づいた者がいるのかも。くなな。その後宇宙人たちは様々な抵抗を試みましたが、サングラスの通りの世界がやってきてしまったのです。あの男の尽力により宇宙人たちの傘下である大企業、銀行、メディア、医療などが全て崩れ去り、人間に今までの悪事が明るみとなってしまったのです。よくも俺たちに嘘をついていたな。自分たちの都合よく世界を動かしていたなんて許さん。この星から出ていけ。くぬぬ、お前らこの星から脱出するぞ。そしてついに宇宙人たちはこの星から去っていき、人間たちは素晴らしいユートピアを築くことができたのです。サングラスを拾ったあの男は誰もが認める世界のリーダーとしてトップに君臨することとなりました。しかしあのサングラスの存在だけは誰にも明かさなかったのです。これからはこんなものに頼っちゃダメだ。素晴らしいテクノロジーの存在を知ることができたのだから、それをどのように活用するかくらいは自分たちで考えていきたい。粉々に砕かれたサングラスは男が大事にしている金庫の中に厳重にしまわれているといいます。さあ、これからは自分たちの力で世界を作り上げていこう。あの日サングラスを拾ったのが別の人だったなら、世界はどのようになっていたのでしょうか。わあ、なんだか不思議だけど面白い話だったわね。いい人が拾ってくれてよかった。私利私欲だけのために利用するやつの手にサングラスが渡っていたら、考えるのも恐ろしいわね。ええ、本当に。それにしてもいくらフィクションだとしても世界が宇宙人に支配されているなんて、そんなのありえないわよね。さあどうでしょう、そんなことを一つの可能性として考えるのも面白いですね。案内人さんたら
から宇宙人って言ってる骸骨がいるが、呼んだか。へ、まったく失礼な骸骨だぜ。俺様のこの立派な姿を見れたっていうのにな。宇宙人さん、今日はお出かけですか？ああ、時空の旅をしててな。ちょっと闇の世界のお土産でも買って帰ろうとしてたところなんだ。そうでしたか。では闇の世界で人気の地獄のイチゴを差し上げます。八大地獄に実る貴重なイチゴなんです。おお、それはありがたい。素晴らしい土産物ができた。また遊びに来るよ。ぜひまた遊びに来てくださいね。それにしてもコツエさん全然起きませんね。これからも不思議なお話をもっとご紹介していきますので、チャンネル登録をよろしくね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。あーちくしょう、あともうちょっとだったのによ。どうしてこううまくいきそうなところで邪魔が入るんだろうね。お前のプランが甘いんだろう。それよりあの星から奪ってきた金は持ってきたんだろうな。ああ、倉庫に入ってるよ。ひひ、確か100トンはあるぞ。大変です。倉庫の金が見当たりません。しかもこの手紙と麦わら帽子が落ちていたんです。なんだって？手紙はなんて書いてあるんだ？なんだと、くぬぬぬ。アスカ、僕は君とこんな楽しい時間を過ごせてとても幸せだ。それで、よかったら僕と付き合ってくれないか？え？あ、こんばん、恋する乙女、ミステリー案内人です。コツエさん、もしや花粉症ですか？そうなのよ、この季節嫌よね。薬といえば、苦い思い出があるんです。ああ、もしかして、あの時の話ね。この日、統括主任は闇の世界の風、闇風を引いて病院に来ていました。統括主任さん、一番のお部屋にお入りください。はい。軽い闇風だな。薬を飲めばすぐ治っちゃうよ。よかった。まだまだ仕事が残ってて。じゃあ、この薬飲んで。飲み薬だから、ごくごくっと一気に飲んでね。はい。あら、先生、もしかしてさっきの患者さんにこの飲み薬渡しました？おう、それが何？あれは骸骨族だけに効き目のある薬じゃないですか。もし人族が飲んだら。そうだった。人族が飲むと風邪は治るけど副作用が出るんだった。薬を飲んだ後最初に見た女性を好きになっちゃうんだった。実はお医者さんが統括主任に渡した薬は骸骨専用の薬で、人間が飲んでしまうと最初に見た人を好きになってしまう、いわゆる惚れ薬の効果の副作用が起こってしまうんです。薬を飲んでまた仕事を始めないと。急に体が楽になったぞ。よかった。あ、統括主任、お疲れ様です。病院どうでした？アスカ、こんなに綺麗だったっけか。どうして僕は今までアスカの魅力に気づかなかったんだろう。え、どうしたんですか？いや、心配してくれてありがとう。もう大丈夫だよ。それはよかったです。書類ここに置いておきますね。顔を赤くしてるアスカも可愛いな。統括主任があんなに見つめてくるなんて、どうしよう。もしかして私、顔に何かついてたりしたかな。恥ずかしい。骸骨さんたちの始末書がこんなにいっぱい。整理しないと。これは、小さいおじさんを踏みつぶしてしまった。こっちは、メリーさんのスマホの画面を割ってしまった。どれも問題ばかりですね。アスカは残業？大変だね。手伝うよ。統括主任、体調は大丈夫なんですか？うん。病院の薬を飲んだらすぐ治ったよ。心配してくれるなんて優しいんだね。それはどうも。
じゃあ書類半分貸して。二人でやればすぐ終わるよね。統括主任も忙しいのに手伝ってくださってありがとうございます。アスカはどんな時でも一生懸命だな。子供の時からそうだったな。あのもしよかったらこの後食事でも行かないか。アスカの好きそうなレストランを見つけたんだ。本当ですか。行きます。行きたいです。はぁ、統括主任とお出かけするって分かってたらもっと可愛い服を着てたのに。アスカはどんな服を着ても似合うね。そんなことないです。アスカがホタテが好きだって前に言ってたでしょ。ここは幻のホタテが食べれるんだ。そのホタテは千年に一度しか貝を開かないって言われてるんだ。お待たせしました。千年ホタテでございます。お刺身で食べるのが一番美味しいんだよ。食べてみて。ありがとうございます。いただきます。美味しいです。こんなに美味しいもの今まで食べたことないです。喜んでくれてよかった。今日はどうしたんですか。なんだかいつもと違う感じがするんですけど。アスカ、僕は君とこんな楽しい時間を過ごせてとても幸せだ。それでよかったら僕と付き合ってくれないか。嫌かな。嫌なはずないです。なんか夢みたいで信じられなくて。夢じゃないよ、これは現実だ。僕はアスカが大好きだ。僕じゃダメかな。もちろんすごく嬉しいです。私もずっと昔から統括主任が好きです。それじゃ統括主任じゃなくて昔みたいにカズって呼んでよ。カズくん。いやー、カズくんと付き合えるなんて夢みたい。まさかあなたたちが付き合うなんて思いもしなかったわ。急な展開ね。明日お休みだからデートの約束したの。初デートすごく楽しみ。何着てけばいいんだろう。カズって引っ込み思案だったと思うけど性格が変わったのかしら。変ね。もうそんなこといいから、デートに着ていく洋服一緒に選んでよ。はいはい。翌日。カズくん、お待たせ。アスカ、どうかしましたか。いや、なんかアスカがすごく可愛いから。あと敬語は二人の中ではもうなしだよ。え、あ、はい。で、わかったのかな。わかった。私は子供の頃からずっと好きだったカズくんと、ミステリー案内人と統括主任という立場ではなく恋人同士になったんです。ああ、綺麗。あの魚は闇のアンコウって言ってネガティブなエネルギーを餌にするんだ。へえ、面白い。あれはデビルシュリンプだ。直訳して悪魔のエビ。地獄の底でルシファーに仕えていたと言われ、人間の体を切り刻んでいたそうだ。怖いエビなんですね。見た目は可愛いのに。あれ、あの子は。これは真実を話すタツノオトシゴだ。この子に何でもいいから質問してごらん。アスカが心で思っていることを話してくれるよ。本当に？じゃあ私は今どんなことを考えていますか。カズと手をつなぎたい。え？カズが大好き。少しでも触れたいな。それ以上喋らないで。アスカ。カズくん。僕もずっとこうしてたかった。ああ、そうだ。イルカショーもあるから見に行こうよ。ね、アスカ。ほんとだ。嘘。手をつないでるじゃない。すごく楽しかったよ。私も。まさかカズくんとこんな風にデートできるなんて思ってもみなかった。ねえ、僕って生前なんで死んだか言ったことあったっけ。そういえば聞いたことないな。
コックリさんだよ。え？コックリさん？効果を使う高齢術の？両親の転勤で海外に行った僕は、それなりに楽しくは生活してたけど、アスカみたいに僕のことを理解してくれる友達はできなかったんだ。だからアスカは今どうしてるかなとか、そればっかり気になってたんだ。コックリさん、コックリさん、アスカは今何をしていますか？なんでだよ、なんで動かないんだ。もういいよ。むしゃくしゃした僕はコックリさんを使った効果を全部投げ捨てたんだ。それ以来僕は呪われてしまって、ある日気づいたら闇の世界にいたんだ。カズくんにもそんなことがあったんだね。私もさっちゃんに殺されてしまったけど。こっちの世界で再会した時はびっくりしたね。うん、だってもう二度と会うことはできないって思ってたから。でも今はこうしてずっと会いたかったアスカにやっと会えた。こんな美しい君に。カズくん、私もずっと会いたかった。え、誰ですか？僕のかかりつけの病院の先生だけど。統括主任さん、ずっとあんたのこと探してたんだよ。家の電話番号しか書いてなくて繋がらないし。あー、すみません。で、何か用でも？昨日あんたに渡した薬なんだけど、間違えて惚れ薬を渡しちゃったんだよ。え、惚れ薬？惚れ薬って好きじゃない人でも好きにさせてしまうっていう薬ですか？カズくんがそれを飲んでたってことですか？そうなんだよ。あの薬は骸骨専用の風邪薬で、人間が飲むと風邪は治るんだけど、副作用として惚れ薬の効果が出ちゃうんだよ。さ、解毒剤を飲んで。いや、僕は解毒剤なんて飲む必要なんてないよ。だってアスカを好きなのはそんな薬のせいじゃないし。薬を飲んで最初に見た女性は？アスカだ。でもそれとこれとは何の関係もないよ。ね、アスカ。カズくん、解毒剤を飲んでください。飲んで気持ちが変わらないならそれが一番いいですし、飲んで元に戻ってもいつも通りになるだけですから。しかし。いいから飲んで、医者の言うことは聞くもんだよ。あれ、僕は一体何をしてるんだ？よかった、効き目が切れたね。それじゃ、これからは気をつけるから、また何かあったら病院に来てね。アスカ、ごめん。実はその、今の状況はだな。どうやら惚れ薬のせいだったみたいで、その。やっぱり、惚れ薬の効果のおかげで私たちは付き合うことになったんですね。本当にごめん。いいんです。とっても楽しかったですから。というわけで、統括主任との夢のような日々は、たった二日で幕を閉じたのでした。ただいま。案内人さん、遅かったじゃない。いろいろ話、聞かせてよ。もこ。みんな。ちょっとアスカ、どうしたのよ。惚れ薬には自分が思っている感情よりもさらに大げさに妄想や幻覚を起こしてしまうことがあり、思ってもいないことを口走ってしまうのです。統括主任には悪気はありません。悪いのは処方ミスをしたお医者さんです。でも少しでも統括主任と過ごしたあの日々がいつか本当に現実になればいいなとひっそりと願っています。今日は女子会よ。朝までお菓子食べてゲームして遊びまくるわよ。アスカ、元気出して。うん、ありがとう。あの時はおかしいと思ったのよ。カズが急に積極的かつ素直になるなんて。それにしても案内人さん、あの後しばらく寝込んでたもんね。ほんと、カズったら責任取ってほしいわよね。あいつ仕事では変に男女関係を持ちたくないって考えを持ってるから素直になれない男なのよ。今となってはいい思い出ですよ。そういうことにしておいてください。でも統括主任は案内人さんのこと好きなんでしょ？だから惚れ薬のせいですって。好きだとは思うわよ。だってアスカを探すためにコックリさんをやって死んだんだもの。あ、私だったら何が
そうなれたらいいですけどね。ぜひみんなの意見もコメント欄で教えてね。これからも不思議なお話をご紹介していくので、ぜひチャンネル登録してね。それではまた次回の動画で会おうね。バイバイチーン。私の役目を取らないで。あ、統括主任、こちらに書類を置いておきますね。チェックよろしくお願いします。あ、うん。あれ、惚れ薬の効果は切れたはずなのに、まだドキドキするのはなんでだろう。おかしいな。誰かいるのか？ここにいるよ。こんばん、ワンコうどん、ミステリーアナニンです。あら、誰がこんなところに靴を忘れたの？ってことは、その人裸足で帰ったってことかよ。ちょっと、誰の靴なの？ああ、コツエさん、誰のものか探すのはちょっと待ってください。あら、どうして？このお話を聞いてからにしてくださいね。俺の名前は小林隼人、大学4年生だ。今日から小学校の教員免許を取るために母校での教育実習が始まるんだ。懐かしいな。俺は中学入学と同時に東京に引っ越して地元を離れたんだ。だからこの小学校に来るのも卒業以来約10年ぶりになる。鈴井先生、お久しぶりです。ハヤト、久しぶりだな。ずいぶん立派になったな。鈴井先生は小6の時担任で、俺の恩師だ。中学からずっと東京に住んでたんだから、こっちは田舎に感じるだろう。確かに空気はうまいですね。あんなことがあったから、こっちに戻って実習をしてくれるとは思わなかったよ。あんなことって？ああ、いや、よく来てくれたよ。これから1ヶ月間よろしくな。はい。先生の言うあんなことが一体何なのかわからず、ちょっと気になったが聞くことはしなかった。小学校を卒業する直前からの記憶が曖昧で、覚えていないことがたくさんあったからだ。あの時は中学受験のための勉強で疲れていたからだとは思うけど。教育実習は順調で、あっという間に終わりに近づいた。それじゃあこの問題のわかる人、10たす8割る2は？はい、9。簡単すぎ。そうだね。でも他の子の意見も聞いてみよう。他に答えのわかる人？はい。はい、違うと思います。それじゃあ誰を誘うか考えていると、ふと窓側の一番後ろの席に目鼻立ちのはっきりした長い髪の女子児童がいることに気づいたんだ。あんな子このクラスにいたっけか？先生、どうしたんですか？はっとしてもう一度その席を見ると、さっきとは全く違う髪の短い女子児童が座っていた。見間違いかな。授業が終わると子供たちが俺の周りに集まってきた。ハヤト先生、休み時間に一緒にドッジボールしようよ。ハヤト先生。ハヤト先生、子供たちに大人気ですね。鈴井先生、みんな純粋というか、まっすぐにぶつかってきてくれてとっても嬉しいです。君はいい教師になるよ。ありがとうございます。子供たちはみんな純粋でとても可愛い。自分が子供時代を過ごしたこの小学校に戻って来られてよかった。心からそう思ったんだ。そして教育実習も明日で終わりという日の放課後、俺は生徒たち一人一人に手紙を書くために残っていた。職員室の前には職員用の玄関があるんだが、そこに子供用の赤いスニーカーが置いてあることに気づいた。ん？まだ残っている子がいるのか？吹奏楽クラブの子がここから入ってきたのかな？仕方ないな。小学校にはいくつかのクラブがあり、その中でも吹奏楽クラブは力を入れていたので、放課後遅くまで残って練習をしていたんだ。それもあって、その時はこのスニーカーのことは特に気にしなかったんだ。気がつくと辺りはすっかりと暗くなっていた。20時近くなっていたので、職員室には俺と鈴井先生の二人だけ。
せっかくなので終わったら鈴井先生と二人で飲みに行く約束をしていた。子供たち、お前がいなくなったら悲しむだろうな。俺も寂しいです。だからいつかこの小学校に戻って来られたらって思いますよ。鈴井先生は俺の卒業アルバムを持ってきた。懐かしいな。こんな子供だったのに教師になって一緒に仕事をする年になったんだな。あ、卒アルですか？俺引っ越しの時になくしちゃったみたいで家にないんですよ。俺が卒業アルバムを覗き込むと、そこには懐かしい顔ぶれが並んでいた。うわあ、懐かしいな。ん？俺と同じクラスの女子に目鼻立ちのはっきりした髪の長い女の子がいた。それはこの間教室で見たと思った女の子だった。この子、ああ、レイコか。結局見つからなかったな。残念だよ。レイコ。レイコ。同じクラスなのに、なぜか俺はこの女の子のことが思い出せない。見つからなかったって一体どういう意味なんだろう。鈴井先生、見つからなかったってどういうことですか？そうか。お前、まだ思い出してないんだったよな。鈴井先生はそう言うと、俺が小学6年生の時の話を始めた。俺が小学6年生の時、鈴井先生が担任だった。同じクラスに、レイコという髪の長いおとなしい女の子がいた。レイコは人と話すのが苦手らしく、クラスの子たちとはほとんど打ち解けていなかったが、同じ飼育係だった俺とだけはよく話していたらしい。でも、小学校の卒業を間近に控えたある日、突然いなくなってしまったという。ウサギに餌をあげてくる、そう言って教室を出たまま帰ってくることはなかった。下駄箱に靴があったので学校の外には出ていないと思われていたが、見つからなかった。俺は仲の良かったレイコが行方不明になったことがショックで、高熱を出してしばらく寝込んでいたらしい。そして目が覚めると、レイコのことは全て忘れてしまっていたそうだ。そうだったんですね。6年生の終わりのことはどうしても思い出せなくて。ご両親からお前の状況を聞いて、そのまま忘れさせておこうという話をしていたんだが。いえ、聞けてよかったです。そんなことがあったんですね。だから俺は記憶が抜け落ちて、レイコのことを思い出せなかったんだ。この間の教室で見たのは、俺の当時の記憶がフラッシュバックしてレイコの姿が見えたのだろう。手紙も書き終わったんで、ちょっと着替えてきます。俺は職員室を出て玄関の前を通りかかった。すると、なぜかまた赤いスニーカーがそこに置いてあった。え？もう20時だぞ。まだ子供たちがいるってことか？もしかして上履きのまま間違えて帰っちゃったのかな。たまにいるんだよ、そういう子。それか吹奏楽クラブの子がまだ残ってるとか。俺は音楽室を見に行ったが誰もいなかった。一通り教室を見に行ったが誰もいない。やっぱり上履きのまま帰っちゃったんだな。一応校内放送を流してみましょう。校内放送で呼びかけて少しの間待ってみたが、特に何の反応もなかった。それじゃあ俺たちも帰るか。明日には靴を忘れた誰かが取りに来るだろう。そうですね。鈴井先生が先に出たため、俺は玄関の戸締まりをしていたが、ふと最後にもう一度呼びかけてみようと思った。誰かいるのか？ここにいるよ。暗闇から少女の声が聞こえた。レイコ。うん、ハヤトくん待ってたよ。どうしてレイコだと思ったのかわからない。とっさに口から名前が出ていた。おい、ハヤト、どこに飲みに行こうか。ハヤト、どこに行ったんだよ。レイコ、レイコなんだよな。うん、ハヤトくんが来るの、私ずっと待ってたの。どうして私のこと忘れちゃってたの？ごめん、だってレイコがいなくなったのが寂しくて。来て、早く私のいる場所に。俺はレイコのことを思い出した。そしてその声に導かれるままに歩き進んだ。
校舎の裏にやってくると、フェンスの穴をくぐって細い獣道を進んだ。この先には俺が子供の頃からずっと使われていない倉庫があった。ここはレイコと俺の秘密の場所。倉庫に着くと入り口の壁に文字が書かれていた。私、この扉の中にいるよ。俺は倉庫の中に入っていった。そして中に入ると、また、私、左にいるよと書かれていた。倉庫の中は埃だらけで、何年も人が入ったような形跡はなかった。左へ進むと、体はこの下にあるよと書かれていた。うわぁ！そう、俺は何もかも思い出した。10年前の小学6年生の3月の日のことを。レイコ、今から秘密基地に行こうよ。うん。あ、でも私上履きのまま。今日金曜日だからどうせ上履きは持って帰るし大丈夫だよ。そうだね。俺とレイコは二人でフェンスをくぐって秘密基地にしていた倉庫へと向かったんだ。ハヤト、東京へ行っちゃうなんて寂しいよ。私ハヤトがいなくなったら友達が誰もいなくなっちゃう。俺も寂しいさ。ただ親が転勤になったから仕方ないんだよ。俺は泣き出す麗子を必死でなだめた。ハヤトは東京に行ったらきっと私のこと忘れちゃう。そんなことないよ。俺たちはずっと友達だよ。行かないでハヤト、行かないでよ。取り乱した麗子がいきなり俺を掴んで揺さぶってきた。ちょ、麗子やめろよ。でもレイコは興奮してより激しく俺を揺さぶってきた。やめろって。俺はとっさに近くに置いてあった金槌を掴んでレイコを殴ってしまった。するとレイコは倒れてそのまま動かなくなった。レイコ、レイコ、ごめん、起きて、起きてよ。しかしレイコは二度と目を開けることはなかったんだ。保健の授業で習ったように脈を見たり心音を聞いてみたりしたけど、レイコは死んでしまっていた。どうしよう、どうしよう。俺はとっさに床下にレイコの死体を隠した。事故とはいえ俺はレイコを殺してしまったんだ。殺人者だ、バレてはいけない、そう思ったんだ。レイコを隠して俺は何食わぬ顔で学校に戻った。おいハヤト、レイコを知らないか。どこにもいないらしいんだよ。知りません。レイコの死体は誰にも見つかることなく行方不明ということになった。俺は罪悪感からその日から数日間熱を出し、目覚めたらショックで自分がレイコを殺したこと、そしてレイコの存在自体を忘れてしまっていた。周りの大人たちは仲が良かったからショックを受けたと思ったようだ。床板を上げるとそこには白骨体があった。レイコだ。レイコ、ごめんな、俺戻ってきたよ。すると背後からレイコの声がした。嬉しい、これでずっと一緒ね。うわぁ！ハヤトはどうなっちゃったの？さあ、その後のことは誰にもわからないんです。とりあえず靴を見つけても部活に誰のか呼びかけちゃいけないってことだな。皆さんの学校に伝わる怖い話はありますか？ぜひ教えてくださいね。ぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。こんなところに廃墟の建物があるなんてな。かなり古いから安全に注意しながら解体するんだぞ。あいやー、どうした？監督、来てください。人の骨がこんなところに。なんだこれは。なんとそこには床の下から這い出した人が後ろから首を絞めたような形で見つかったのです。こんばんよっこいしょ、ミステリー案内人です。案内人さん、早く早く。
わかっていますよ。なんかドキドキしてきたな。で、なんで大田愛理がいるんだよ。怖い話を発表するって言うから来てみたよ。そう、今回はコツエさん、ゾーンさん、大田愛理さんと一緒に意味がわかると怖い話をご紹介します。皆さんもぜひ一緒に考えてみてくださいね。それではどなたから行きますか。はーい、俺から。それじゃあ心して聞いてくれよ。キャッチボール。広大な広場で7歳の子供と父親がキャッチボールしていた。その広場は結構な高地にあって、周りは崖に囲まれている。景色が綺麗と有名な場所なんだ。お父さん、次行くよ。ああ、来い。えい。お、お前本当にコントロール良くなったな。じゃあこっちも行くぞ。何度も言うが、ボールをよく見てしっかり取れよ。それ。父親はボールを思い切り投げた。わあ、高い高い。もう、もっとちゃんと取れるとこに投げてよ。さっきからめちゃくちゃなところにばかり投げるじゃん。あれ、お父さん。いつの間にか父親の姿は見えなくなっていた。手の話だ。どうだった、わかったか。なるほど、嫌なお話ですね。え、あんな兄さんには伝わったのね。私はよくわかんないや。どこがどう怖かった。そんな崖に囲まれた広場をキャッチボールする場所に選んだってとこ。まあそれもあるっちゃあるけど、父とこの会話の部分からも妙な怖さを読み取れるだろう。父親はしっかり取れよなんて言いながら思い切り投げた。しかも毎回めちゃくちゃな場所に。わずか7歳の子供に大人げないよな。それでも子供は父親の指示通り夢中になってボールを追いかける。そのまま行けば断崖絶壁だと気づきもせずに。え、それじゃあまさか。そう、初めから父親は子供を殺そうと企んでその場所を選んでいたってことがなんとなく分かってくるよな。わざとめちゃくちゃなボールを投げて、ボールを追いかける子供を自然な形で崖から落としたかったんだ。父親の姿が見えなくなったのも当然だよ。安全な地面にいる父親が崖から落ちていく子供から見えるわけがないんだからな。仲良さそうに見えた親子だったのに、父親はどす黒い感情を抱いていたんでしょうね。これは文句なしで意味がわかると怖い話だったわ。ゾーンには負けないよ。次、私が話すわね。両手首切断。ある女子中学生が人生に悩んでいた。はぁ、私って頭も器量も良くないし、この前ようやく付き合えた彼氏にもイメージと違ったって速攻で振られたし、それに何より家庭環境が最悪。家に帰っても自分の居場所がない。学校でもいつの間にかいじめの的にされかけてる。このまま生きてくのが辛いし怖い。私はある日学校のトイレに飛び込み、持参していたカッターナイフで右手首を切った。流れ出る鮮血、出血多量で死ぬのも結構辛いみたいだ。少しでも早く楽に死ねるように手首を切断してやった。ショック死でもしないかななんて思いつつ、それでも死ねないので次は左手首も切断してやった。それだけしてやっと死ぬことができた。よかったと思った。てな話どう。話そのものが黒い。それはごめんね。でも話の内容に大きな矛盾があるのには気づいた。ああ、なんとなくわかったぞ。私もです。本当にみんなすごいな。私も自分で正解したいのに。それじゃあ少しヒントを出しましょうか。簡単に言って、自分で両手首を切断するのは不可能です。右手がないのにどうやって左手首を切断するのか。そもそも右手首の切断もカッターナイフだけでは無理でしょう。むむむ、確かに。ああ、ってことは誰かが初めからこの女子のそばにいて手首を切るのを手伝ったんじゃない？アイリさん、やったじゃない。その通り。学校のトイレには主人公の女の子以外もいたのよ。手首を切断し始めたあたりから二人は別の誰かに変わっていたのかも。しかし、その誰かって誰？主人公をいじめようとしていた人物なのか、はたまたすぐに彼女を振った元彼なのか。
一体誰が彼女を不幸に追いやったんでしょうね。なんか全体的にとても恐ろしい雰囲気のお話だったね。アイリさんの黒猫チキンのお話も怖かったけどね。アイリさんのお話は概要欄から見てね。次、アイリさんが話しますか？はい、じゃあ私が話すわね。楽しみ。壁の落書き。一人の女が公衆トイレに駆け込んだ。用を足してふーっと安心し立ち上がった時、正面の壁に何やら落書きがされているのに気づいた。上を見ろと書かれてある。女は少しドキッとしながらも書かれてある通りに上を見た。別に何もない。なんだと思って何気に右の壁を見ると、後ろを見ろと書かれてあった。その壁の次は右を見ろと書かれていたので右を見た。見ると次は後ろを見ろと書かれていたので言う通りにした。全部言う通りにして何もなかったので女は安心し、いつも通りにトイレを出て行った。ちょっと簡単だったかな。ややこいわ。うふ、もっと頭を使って。おう、ガイコちゃん脳みそないんだっけ。全然わかんねえぜ。案内人さん、代わりに解説してもらえる？わかりました。まずは一つずつ整理してみましょうか。動画を見ていて、今4つの壁で囲まれた部屋にいるという方たちは、ぜひ指示通りに見る向きを変えてみてください。では行きますよ。女性は初めに正面の壁の上を見ろという指示に従い、何もありませんでした。その次に右の壁に後ろを見ろと言われて後ろを向いた。いいですか？つまり今女性はトイレで正面を向いていた状態から単に左を向いていることになります。ふむふむ、確かに左向きだわ。次にその左の壁に右を見ろと書かれており、その通りにしたら次はその壁に後ろを見ろと書いてあった。はい、ここがもうおかしいですよね。あ、確かに女は左の壁を見た時に右向けって言われたんだから、最終的にはトイレの正面の壁を見ていることになるよな。つまり初めに書かれていた正面の壁の上を見ろがなくなって後ろを見ろに変わってたってこと。一体誰が書き換えたんだろうね。なるほど、スピード技な意味子はだな。そもそも私は上を見ろの時点で怖くて無理、絶対なんか覗いてるはずよ。トイレなんていう狭い空間で他の誰かの存在を感じるなんて発狂しそうだわ。トイレの上から覗いている何かと目が合ったら、コーチエさんって怖がりなのね。盛り上がってきましたね。それでは最後は私が話しましょうか。頭痛。ある病院を頭痛に悩む女性が訪れていた。先生、どうにも頭痛が取れなくって。うむ、これは施術の必要がありますな。え？なーに、安心しなさい。手術といってもごく簡単なものです。寝ていればあっという間に終わりますから。先生がそうおっしゃるなら。女性は信頼している主治医に言われるまま手術を受けた。それから数日後、先生、おかげで頭痛がなくなりました。頭がとっても軽くなったんです。それはよかった。変わったことがあったらまた来なさい。女性は喜んで帰っていった。女性を見送った後、看護師が主治医に聞いた。先生、今の患者さんが次いらっしゃるのは？だいたい2週間後くらいになるはずだ。どこがおかしいかわかりましたか？少し簡単だったかもしれませんね。まあ確かに安易だな。頭痛できてレントゲンもなしでいきなり手術ってのがまずおかしいし、最後のところで次の来院日を医者が予想しているところもおかしい。悪徳医者かしら。そうですね、悪徳医者には変わりないけど、やってることがとんでもなく異常なんです。異常？
頭が軽くなったというのは女性の脳みそを少し切り取ったから。そして主治医ということは女性はこの医者にそれまでもずっと見てもらってたってことになります。つまり女性が不調を訴えるようあらかじめ前回の診察で仕組んでいたんです。だから次の何位にも大体決められていたのね。脳をいじったり薬を盛られたり、この女性は散々ひどいことされているのかも。当然治療費も高くなっていくし、とんでもなく悪い医者ね。まったく、これで臓器売買なんてされた日には目も当てられないぞ。それに記憶を司る部分を切除されていたら、女性は自分がされていることも全く気づけないし。実際技術的には難しいと思いますが、こういう医者が本当に現れ出したら大変ですよね。怖いどころの騒ぎじゃありません。まったくよ。まるでどこかの B 級映画の完全犯罪でも眺めてるようだな。イミコアか、僕も試しに話してみようかな。カカオさん、子供の遊び。子供が4人で遊んでいた。部屋の四隅にそれぞれが立って部屋を真っ暗にする。そして一人ずつ右隣の人の隣へ行ってタッチして、タッチされた人は同じようにまた右隣の人のところまで行ってタッチする。それを延々繰り返していく。何周もしたところで子供らは疲れ果て、その遊びをやめた。さて、どこがおかしいかわかったかな。もともと4人で遊んでたんだし、何がおかしいんだ。もう脳みそがパンクしそうだわ。スクエアという高齢術の一種で有名なお話ですね。雪山の一夜などで聞いたことがあります。その通り。最初に右隣の人のところへ行ってタッチし、順々にタッチを繰り返し、最後の4人目になった時、その4人目は次の人にタッチできないはずなんだ。だって最初の1人目は右隣の人のところへ行ってるんだから、1人目が最初にいた場所には誰もいない。それじゃあなぜこの遊びは続いたのってことになるよね。ふふふ、楽しそうだと思った何かが一緒に遊んでいたのかな。さて、全員分の怖い話が終わりましたね。どれも面白いお話でした。怖いし、ある意味頭の体操にもなるし、すごくいい時間だったわ。まさかカカオが来るなんて驚いた。カカオって人すぐ帰っちゃったけど、チョコレートの甘い匂いがしたわ。あいつチョコしか食べないのよ。また次もイミコはやろうぜ。新しいネタを仕入れとくからさ。次もあるなら黒猫チキンももっと買っておかなくちゃ。まさかのカカオさんが現れて驚きましたね。私も楽しかったです。こんなイミコアを紹介してほしいというのがあれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。グッドボタンやチャンネル登録をして、黒猫ファミリーの一員になることもお忘れなく。とっても励みになるわ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。さて、闇の世界は死の世界だからね。生きている僕が本来ここに来ちゃいけないんだ。ここにワームホールがあってね、特殊な才能があってこのワームホールから行き来ができるってわけ。やっぱりあなた生きてる人間だったのね。あ、君はさっき案内人さんといた化粧のどぎつい女性か。僕に何の用だい。私は太田愛理よ。これ新しいレシピ作ってみたの。食べてみない。チョコレートチキンよ。チョコだって。面白そうだからいただこうか。ハマるから気をつけてね。なんだこれは。絶妙なチョコレートとチキンのハーモニーじゃないか。まだまだあるわよ。あれはアイリさん。まさかカカオを闇の世界に引きずり込もうとしてるんじゃ。